ピア関西版ウェブをご覧の皆さん、こんにちは。シャウトイットアウトです。ボーカルギターの山内翔馬とドラムの細川千尋です。はい。我々シャウトイットアウトは、3月の8日にファーストフルアルバム「青年の主張」をリリースいたしました。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。このアルバムはですね、本当に呼んで名のごとく青年と名を付けただけありまして、大人にはなれないが子供のままじゃいられない、この時期ならではの葛藤だったりだとか不安だったり不満だったり、そういうものを本当に嘘偽りなくそのまま詰め込んだアルバムでして、ただそれだけでは完結せずに、ちゃんとそれを経た上でそういうものをちゃんと飲み込んだ上で先に向かっていこうという、姿勢をこのアルバムから感じ取っていただけたらなという、思いも込めましたので、ぜひぜひ聴いていただけたらなと思っております。はい、よろしくお願いします。そしてそんなアルバムを引っ提げ、我々ただいま絶賛ツアー中でございまして、はい、追加公演も決まりましてですね、それに伴いましてファイナルが7月の10日、梅田クラブクワトルにてワンマンライブございます。はい、この日はなんとまあ翔馬誕生日やったり。そうなんですよ、21になります。ついに21歳か。ツアーの初日も大阪だったんですよ。2月の25日に始まって、それで大阪のまあまた梅田クラブクワトロで締めくくれるという、まあ、大阪に始まり大阪に終わるこのツアー、はい、というかもうクワトロといえば本当にバンドマンの憧れみたいなところがあるので、いやまさしく、うん、まずクワトロでやりたいみたいな、本当まあバンドマン誰しもが抱く夢みたいなところがあるのでね、うん、やっとクワトロで単独公演ができるので、いや、うん、それが本当にちょっとそのね、僕らの念願叶う瞬間を目撃しに来て一緒に体感をしていただければなと思います。そうですね、お願いします。お願いします。はい、そしてやっぱ関西版ということで大阪のバンドなんですよ僕らは。で、まあ、大阪の話をということで、はい、まあ、やっぱ最近ね僕らは東京にいることも増えて、でもちろんツアーだとかで地方にいることもすごく増えて、うん、大阪以外の街に触れって思ったのは、僕は本当に20年ずっと大阪に育ってきたんですよ。そうだね、はい、実家も大阪で。やっぱ大阪っていうのはね、治安がよろしくない。治安がよろしくないね、マジで。で、そうか。それをマジで痛感させられた出来事がありまして、おう、ね、これもうほんま最近の話、もう1年経ってない。うん、お前もおったけど、はい、僕マンションに住んでるんですけど、うん、夜中に帰って家に2人で、うんうん、実家にね。そしたら僕がインターホンを鳴らそうとしたんですよ、家に家族がいるから、うん、で部屋番号を押してたら後ろから血まみれのおっさんが声出てきて、え？え？何それ？え？いや、俺だね。え、嘘？あれ？そうそう。いや、たぶんそのおっさんがこれ。そんなエピソードあれ違うっけ？ちょ、お前じゃなかったっけ？まあ、これ、あ、そうそう。白身でのおっさんが声かけてきて、めっちゃ怖いよ、いや。めっちゃ怖くて。だってさ、そのまま鍵、俺が開け、上からさ、解錠してもらったらさ、うん、一緒におっさん入ってきてもらうマンションで。そうだね。え、だからすぐにパッて消して、うん、え、誰？みたいな。それは誰やろ？そう。そしたら、俺ここのやつやねんみたいに言ってきて、おえ、じゃあ、ね、何号室住んでるみたいな、うん、分からんみたいなこと言ってて、ね、めっちゃ怖くて、で、ちょっとして、うん、俺ちょっともうそこ離れたの俺、はいはいはい、で、それは怖い、そう、で、10分ぐらいぐらぐらして家帰ったら、さすがにおらんくて、うん、中入ったら、中入るやん、うん、で、僕、上の方に住んでるから、エレベーター回ってたら1階でパーって開いたエレベーターからその血まみれのおっさん出てきて、うーわうーわ、完全に死を悟った。治安動向というよりなんかホラーやな、それはもう。大阪はそういうマジですよ。怖え。全然俺知らんかった、そんなエピソード。大阪すごいな。以上、シャウトイットアウトでした。